日本、韓国、台湾、豪州の4カ国が争う、カーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップ2023が11月16日、東京ドームで開幕する。4カ国が総当たりのリーグ戦を行い、上位2チームが19日に決勝戦を行う。開幕前日の15日には、公式練習とともに前日会見が行われ、各チーム指揮官が意気込みを語っている。前回2017年大会では、日本が優勝。韓国が準優勝だったが、国際舞台で幾度となく熾烈な戦いを繰り広げてきたライバルは今回、10月の中国、杭州でのアジア競技大会で金メダルを獲得したメンバーが主軸を成しており、今季の本塁打王のシファン、ハンファイーグルス、や今年4月に KBO、韓国プロ野球で史上初の160キロ台をマークしたムンドンジュ、ハンファらが名を連ねる。こうした有力選手を擁する韓国代表だが、メディアは冷静な見方も示している。韓国日刊紙、中央日報の電子版は、前日練習の様子を報じた記事において、韓国野球は客観的に日本より一段下だ。今大会でも優勝より若い国家代表選手たちの経験蓄積に重きを置いていると報じ、台湾やオーストラリアも無視できない存在になってきたとして危機感を募らせている。また、会見でのリュ・ジュンイル監督の全世界の野球が全体的に強くなってきている。選手たちは今大会で終わりではなく、来年11月のプレミア12、さらに2026年の WBC まで見据えなければいけない、との言葉を紹介し、若手の育成に主眼を置いた大会になるとしている。